こんにちは。社長の宮永です。私たち三菱重工グループは我が国の社会と産業の進歩とともにさまざまな技術や製品に取り組み進化させ次の世代に受け継ぐことで世の中のの中ニーズの変化に応えてきました。しかし当社グループを取り巻く現在の事業環境に目を向けると主力である国内市場が飽和するとともに製品自体も 成熟してきましたこのような状況下当社グループでは国内以外の新しい市場を開拓するとともにこれまで培ってきた事業や製品人材をこれからの時代のニーズに適合するように転換することが必要になっていますそのためには従来とは異なった考えや行動が求められますがまず多様性への対応力を速やかに強化していきたいと思います 振り返ってみれば当社は造船業から始まり航空機やさまざまな機械製品に取り組みながら130年以上の歴史を積み重ねる中で古くは電気次に自動車などの事業を分離し受注生産型の B2B 機械製品とプラントエンジニアリングが全体の約8割を占める企業となりました自動車などの量産品分野における専業メーカーに比べると 経営が複雑で難しいかもしれませんが長期的な技術革新や社会ニーズの変化への柔軟な対応力という面では勝っており社会への貢献度も多角的で大きな企業です。とはいえ民間の営利企業として発展するためにはやはり成長性と収益性が第一であり従来の企業形態からの転換を図り 21世紀にふさわしい機械エンジニアリング分野のグローバル複合企業として新しいやり方を模索しているところです。すなわち、これまでの蓄積の上に最先端技術や外部の知見を我々の最大の強みであるエンジニアリングに織り込んだり製品の心臓部を構成するコア技術に柔軟に取り組んでいく努力を今後とも続けていきます。また、従来の市場を維持しながらも 新しい成長市場や地域への対応力を増すために人材面の強化とともにグローバル視点での経営と地域特性に合ったローカル経営をうまく組み合わせる計画を推進中ですこのような活動を支えていくために今年度に入りドメイン構成の見直しを行うとともに民間航空機及び商船事業の抜本的な改革などに力を入れています そしてできるだけ早くこれらの構造改革を終わらせて2018年度以降の持続的な成長につなげたいと思います。最後に当社グループがこれからも世界的視野に立ち社会に価値を提供し続けるために当社グループの総力を挙げて課題を克服し新しい企業像を築き上げていくことの重要性を強く認識しています。 三菱重工のさらなる発展に向けて着実に歩み続けてまいります。